これは何をしているところですか？これは今土と堆肥を混ぜているところです、うん、土と堆肥、そう、さっきのあの特納牛糞特納ね、うん、臭い？いやいや、全然臭くない。そう、そうなんだ。何もなんか匂わないというか、あの畑の本当に土の匂いですよ、つぶちゃん。はい、どうぞ。はいはい、ほんとだ、ね、あのなんていうの、畑の匂い。そうでしょ。いやいや、なんか、あのね、ちょっと土に見えるしね。そうそう、見た目も。今回はね、化学肥料を使わずに、うん、この牛糞で育ててみようと思っています、うん、最近なんか悩んでることとかありますか？最近ですか、うん、最近、うん、最近の悩みは、うん、あの間もなく2歳になる娘がいるんですが、うん、もうね、私ね、うん、その家事の才能がないんかな。もう娘が昼寝してる間しかもう何かできない。常に相手してないって。もうだから、うん、もう夕飯の献立をね、考える時間がなくて、うん、ちょっと言い訳みたいなんですけど、うん、いつも同じようなの、ぐちゃ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 。なんか肉じゃが、カレー、うん、牛丼、うんうん、親子丼、うんうん、肉巻き、うんうん、生姜焼き、うん、ハンバーグ、うんうん、それだけやったらいいんじゃない？本当。いや、でもなんかもうね、なんか同じのが、なんか自分の中ではもっといろんなの食べたいのに、同じものばっかり食べてる気がしてね、なんかもっとね、